こんにちは、夏子です。直美です。はい、ある日お寿司屋さんのわさびが全部からしに変わっちゃったんですね。面白そうですね。犯人はなんとわさびちゃんが通う学校の校長先生だったんです。それをわさびちゃんが見つけちゃったんですね。で、先週のレッスンの最後には校長先生が君を生かして返すわけにはいかない。あたたたたた、なんでそんなに君は強いんだ。空手か何かでもやってるのかね。しょうがない、こうなったら。わさび君、君にはこうなったら。わさび、わさびです。わさびを食べると特別なパワーが湧いてくるのです。人は私をわさびくのいちと呼びます。しょうがない、こうなったら。今度は英語が入ります。しょうがない、こうなったら。つなる弁は難しいんですよ。新しいアルフメンは今ここにいないの？君が部屋は荒らされた様子がなかったので、それでは聞いてみます。まさかなぐそうやでらさら甘い。相手が悪かった。死んでもらうよ。